背の脇夫「赤い眼鏡の世界」久しぶりの船出の退屈しのぎにこの一月ほどの不思議な出来事を一つにまとめて書いてみようもっとも一月の出来事を書くと言ってみたところでどこまでが私のぐうたらな妄想でどこからが事実なのか自分で顧みても区別がつかぬほどなのだ。 さて、ある晩ニースキャンヌ通論あたりの山々を絵の具箱を肩にあてもなく歩き回ってまぶたにしみいる紺碧の地中海の波を堪能するほど眺めて帰った23日後だからやはり一月ほど前のことに違いないその晩ブーローニュ公園の散歩の帰り道行き当たりばったりに明かりの突き染めた料理店に入って食事をしていると 一人の老人がのそのそ私のテーブルに近づいて向き合って座ったのであるその老人の風彩はすこぶる変わっていたこの国の料理店などではほとんど見られぬシルクハットに塩味服しかもそれが2つともかなり年代を経たものらしく色あせて袖裏がボロボロに破れているのがこちらからよく見える。 首は不釣り合いに太く生白く頬から顎へかけてもじゃもじゃ生えた茶色のひげは顎下三寸のところでとがらして刈り込みあぶらぎった鼻は釣り型に曲がり汚らしい小島の寄った方にはそばかすにしては大きいと思われる褐色の斑点が一面に浮かんで朦朧とした灰色の目を眩しげに細めているのだ。その老人は、 食事中ひそかに私の食事が済むのを待って「あなたにお願いがあるんですが」と抜け落ちた歯の間からシュッシュ息が漏れるような声で話しかけた私は大抵の場合不意に話しかけられると面倒なのでこの国の言葉がわからぬふうをして空うそ吹いているのであるがその晩は相手の奇妙な風体に好奇心をそそられたものだから 何ですと即座に調子を合わせてしまった老人は20フラン紙幣1枚としわくちゃになった紙幣とをポケットから出して私の手に握らせたこれは七札なんですがねこいつを質屋へ持っていって預けてあるものを受け取ってきてくれませんか死物を受け取ったら ペル外15番15号室へ届けていただきたいんです拒絶されるのを恐れたのであろう老人はそれだけ言うと逃げるように出て行ったあっけに取られた私はポカンと老人の後ろ姿を見送っていたが気が付いてみると私の手のひらには七札と金が残っているなんという狂気じみた老人だろう このまま私が20フランを盗んでしまったらどうするつもりだろう私が人目につきやすい東洋人なのでそれで安心して任せたのだろうか無理無体に厄介な仕事を称された私は腹立たしかった七札を広げてみると七夜がソンバクール街にあるということは印刷してあるのでよくわかるが預けた男の名や品物は 乱暴な字で書き殴ってあるので読めない料理店を出た私はすぐその足でメトロに乗ってソンバルーク街へ向かった物好きと笑われもしようが私はまるでその時催眠術にでもかけられているのと同じ状態だった狭い麹の同じところを何度も行きつ戻りつ散々尋ねあぐんだ後やっと目指す質屋を探し出した 5分ばかり経つとスリッパを引きずる音がしてドアが開き額の剥げ上がった亭主が現れたので黙ったまま七札を渡した亭主はそれを受け取るとうさんくさそうな目つきで私の頭のてっぺんから足の先までじろじろ眺めていたが23歩後ずさりすると薄暗い伝統に七札をかざしてみて「八フラン」と たったた。っっ一言言った私は用意の紙幣を渡したしばらくして姿を現した亭主がお釣りと一緒に黙って私の手に乗せたのはメガネのケースにしては立派すぎると思われるほどの楕円形の平たい全面に唐草模様の彫刻のある銀の小箱であった電車に乗って銀のケースを開けてみたら中に入っているのは ルビーのような赤いガラスをはめた美しい眼鏡試みに釣り針のように湾曲した鶴を両耳にかけて車内を見回すと赤い帽子赤い顔赤い明かりこれが純粋の赤だったらこうも明るくは見えないだろうが桃色かと思われるほど薄いので案外細かくはっきり見える私は 子供の時川へ水を浴びに行き河原で茶色のガラス瓶のかけらを拾ってそれを目に当てながら茶色の山や川を珍しげに眺めて喜んだことをその時思い出したその瓶のかけらは平らでないので景色が歪んで見えそれがまたひとしお面白さを増すという結果になったがこの眼鏡のレンズも微妙な凹凸があると見えて物の形が曲がっているばかりでなく 妙に小さく遠のいてまるで夢の世界をこっそり覗いてみでもするかのように美しく楽しく見えるのである私は大人のおもちゃのような赤いレンズがすっかり気に入ってしまってこれを老人に返したら同じ凹凸のある赤いレンズを注文しようとさえ思った約束のペルレー貝15番15号室へ行ってみたら 老人はいなかったが扉が細めに開いて丸テーブルの上に赤々と電灯がついているのですぐ帰ってくるだろうと思って中に入った大きい部屋だが別室はないらしくベッド窓衣装棚部屋の中の家具の配置や窓の位置が私の部屋そっくりよくもこれほど似た部屋があるものだとおかしくなるくらいだった だがそのうち私は大変なことを発見してびっくりしたそれはテーブルのランプのすぐ下に置いてあるカットグラスの灰皿が私の愛用している品に寸分違わぬということだ改めて辺りを見回すと薄暗い片隅に私のと同じ画家が立てかけてある私は妙に不安に不気味になったので 慌てて椅子を立ち上がり私の部屋と同じ位置にあるキャビネの扉を開けてみたところがその中には私のラベルを貼ったトランクが2つ積み重ねてあり手前の方には私がお昼に食べ残したパンとフロマージュの皿が私が置いたと同じ位置に汚らしくのっかっているのだ私は頭が混乱してしまって 自分のの部屋へ帰っったたではないかと思ったがそこまでたどり着いた経路を考えてみるとやはり老人の部屋に違いないしそれに批判的な目を見張り見ると私の部屋のベッドは鉄製だがここのは木製でシーツも新しい私の部屋には壁に何の装飾もないがここには油絵が一つかけてある私はコンシェルジュを引っ張ってきて 誰が荷物を運び入れたのか聞いてみると運送屋が私に頼まれたと言ってご丁寧に1か月分の部屋代まで前払いしていったという返事だった私は開いた口が塞がらなかったシルクハットはいつまでたっても姿を見せないし以前の部屋へ帰ってもがら空きだろうし仕方がないので私は 新しいシーツのあるベッドに潜り込んで寝苦しい一夜を過ごしたが明くる朝目を覚ましてみると私の頭はしきりに夢うつつの間で「午前10時45分大使館へ行け」という文句を繰り返し繰り返しつぶやいているのであったはてどこからこんな妙ちきりんな文句が頭に入ったのだろうと思案してみたら 昨夜メトロで赤い眼鏡をかけて見回した際どのくらい細かいものが見えるだろうと試験的に隣の男の読んでいる本を覗いてみたらどうもその時拾い上げた文句らしいのである何もこの文句に動かされたわけではないがよく宿を変える私は郵便物は全て大使館が手で受け取っていたし今度宿が変わったことも届けておきたかったのでどうせ行くならこの文句通りの時刻に行ってやれ いつもより早めに起きてグリューズ街へ足を向けた途中ポケットからメガネを出してかけると赤い鈴懸赤い自動車赤い日光夜もよかったが昼はまた格別である午前10時45分大使館の前まで来ると玄関に立つ男が私の姿を見て手を振って笑っていた 近づいてみると以前通った画塾で時々出会ったカタローニア生まれの科学生だったおおちょうど君の住所を訪ねに来ていたところさ大変な話があるんだと彼は有無を言わさずとあるカフェに私を伴って行ったいつやら君は100フラン貸してくれたっけねと彼が言うそうだったかな あの時の僕は死ぬより他に手がないほど困っていたが君に借りた金の一部でモンテビオの富くじを買ったらなんとそれが一等に当たって20万フランさどこかの国の童話にあるね貧乏人が目を覚ましてみたら王様になっていたというが今の僕がそれなんだ感謝するよ君のおかげだだからお礼として1割だけ受け取ってくれたまえ 2万フランの小切手をてを書いくれた。「私の新しい巣の壁に無名の近代画家が描いた油絵が一つ掲げてあることは前にも述べたがそれはどこの国の女とも分からぬ尺道色の皮膚をした女がパリー好みの黒い服を着た胸に白い口なしの花束を差しきれいな靴を履いた両足を長々とソファーの上に伸ばして 上半身だけ起こした顔に頬杖つき、白と黒のはっきりした陶器のように目でじっと私を眺めながらえんぜんと微笑しているのだどういうものか陶器のようなパッチリした目で絶えずにらまれているのかと思うと妙に神経が不安になって気楽な孤独感を妨げられるのだったそれでなるべく絵の方へ顔を向けないようにしたが 見舞いとすれば見舞いとするほど向こうが挑んでくるような気がしてどうかした拍子に2人の視線が勝ち合うとガンと鉄椎の一撃を受けたように実際胸の辺りがズキズキと不愉快にいたものだったそこで私は新手の戦術を思いつき逆にじっとこちらもまぶたを据えてにらみ返してやったがそうすると業師を浴びるのが苦痛でなくなった代わりに 今度はこちらが絶えずその女に話しかけているような変な状態になったことに気がついた長たらしくこの辺の経過を述べればキリがないがとにかく白い花を持つ灼灯色の女はしまいには私の友達となり私の妄想の世界で額縁から抜け出し私と共に話し共に食事をするようになったわけで灰色の朝の光がわずかに窓から差し込むころ 半ば眠りから覚めた私が夢の名残のように部屋に漂うむせいるばかりのふんふんたる口なしの花の香りを胸の底まで吸い込むようなことはしばしばであったさてこの辺から記憶が曖昧で妄想と現実のけじめがつかないのだがなるべく確実に覚えているところだけ書くことにしよう私はうちにいる時はメガネは使わないが散歩の時は もしやシルクハットの老人に出会ったら目印になってよかろうと思ったしまた赤いマロニエや赤い犬を見るのが面白くもあったので必ず眼鏡をかけることにしていたがその赤いレンズの迷いであったのだろうかある朝例の散歩の帰り新聞を買おうと思って街角のキオスクの前に立ち止まって振り返ったところパリのキオスクは日本の自動電話みたいに丸い形をしているので 目的の新聞を探すためには一回りせねばならぬ私はその表紙に20メートルほど向こうに立つ口なしの女の幻を見てゾッとしたゾッとしたというのは後から考えてみて自分ながらおかしい私は部屋の中では始終彼女の幻を見その幻と言葉さえ交わしているのだけれどまだゾッとしたことはなかった だからこの時ゾッとしたというのは多分その出現があまりに不意だったためと屋外であったためらしいとにかく女の幻影は向こうの高校たる伝統のとぼった飾り窓のそばにぼーっと浮かび出して一瞬の間に消えてしまったのであるこれが街灯に現れた女の幻の見始めでそれからは シャンゼリゼから公園へかけての黄昏時の散歩の行き帰りに23度続けさまに同じ幻影を見ただがそれが23度とも最初の場合と同じように荒々しい雑踏の中だしかなり距離もあるので残念ながら近寄って言葉をかけることができなかったところがその次の日には人気のないブーローニュの森の中しかも四つ辻のようなところで ぱったり女と出会ったのである。私は大胆に近づいて、一生懸命に話しかけた。よく会いますね。こんばんは。どちらへ散歩。お邪魔でなかったら。どうぞ。彼女の微笑は絵の中の微笑と同じであった。 私は女と肩を並べて歩いたなんといういい香り無論空は口なしの花の香りであるこうも女が美しく見えるのは赤いレンズが醸し出す幻覚かもしれないと思ったので私はそっとメガネを取って女の横顔を見たいいえメガネの迷いじゃないやや鼻が長すぎるのが傷だけれど 黒ずんだ方から顎へかけての輪郭の柔らかさ、動物的でやひな白人の女よりどのくらい上品で美しいか知れやしない。あなたのお名前は？知ってらっしゃるんでしょう？い,いえ。当ててごらんなさい。チンタミニ。黄昏の静かな空気を振動させて。 金属製の女の笑い声が響いたそれが森の中の奇妙な鳥の鳴き声のように私の耳に聞こえたそれはどこの国の名ですの東の方の熱い国違いますでは地中海夫人と呼んでくださいなぜ 四地中海を旅行しますから生まれはアルジェール父がフランス人で母がムーア人なんですアルジェールはいい町だと聞いています昔はアルジェールと聞いただけで地中海の船乗りたちは震え上がったものですよどうして海賊の巣窟だったからです でもアラビア山に出てきそうな平和な面白い港ですと女はみちみちアルジェールの街の面白い話をして聞かせた数々の不思議な幸運と喜びを与えてくれた魔法の赤いメガネを私がなくしたのはその沸くる日のことだったと記憶しているその日私は公園の帰りに とあるカフェによって新聞を読んだ。新聞を読む時だけ眼鏡を外してそのまま忘れたのであるカフェを出てしばらく歩いて急に思い出して元のテーブルへ帰ってみたらはやその時にはメガネはなくなっていたギャルソンにメガネのことを聞くと彼は両手を広げて肩をすぼめたが私はフランス人がよくやる大げさなこの身振りを この時ほど憎らしく感じたことはなかった不思議なことに魔法のメガネをなくしてからは悪いことばかりが続きだした部屋へ帰ってみたら額が見えない門番に聞いてみても雲をつかむような返事で点でらちが開かなかったいくら私が妄想家でも彼女と一緒に公園を散歩して以来 彼女が絵を抜け出した幻影でないぐらいは知っていたけれど不思議なことに絵がなくなると同時に次の日もまたその次の日もパッタリ彼女に会えなくなってしまったのである鈴懸の下で新聞を買う時き、夕べの森をそぞろ歩きする時もしや女の後ろ姿でも見えはせぬかと八方に目を配ったが無駄であったああ彼女は結局 赤いレンズをかけなければ見えぬ不思議な存在なのであろうかだがそれから1時間ほどたって私はどこからか珍しい一通の手紙を受け取ったなぜ珍しいかというに前にも話したごとく郵便物は全て大使館がてで受け取り誰一人私の住所を知ったものがないのに天から降ったか地から湧いたかぽつりと一通の手紙が わびしい私の下宿に舞い込んだのである言うまでもなく私はその手紙に非常な興味をそそられたのでわざとすぐには封を切らないで骨董品を鑑賞するような目つきでじっと封筒を眺めていたが消し印がアルジェールとなっているのを見て飛び立つばかりに封を切った「心外なる友よやむない事情でアルジェールへ帰りました」 パリを立つき急ぎましたたののでででご挨拶できなかったのは残念です私はこちらで夕方になると今頃はあなたが公園を散歩していらっしゃる頃だと思っていますアルジェールへ遊びにおいでになってはいかが私は毎日4時にトンブク通街の金のロバというカフェへ行きますからそこへ来てくださるなら会えますなお パリで私はおかしな赤いレンズのメガネを拾いましたがあなたがいつも赤いのをかけていらしたのであなたのじゃないかと思うのですもしあなたのでしたらおいでになった時お返しいたしましょう地中海夫人私はその日のうちに旅装を整えてパリを立ったそして今日午後 メサジェリーマリチムの船に乗った今地中海の波を蹴る船のサロンの伝統の下でこの日記を書いているこの船は明日の夕方東映美しいアルジェールへ着くはずである今夜私は船でソルボンヌの教授リオン染色科学研究会顧問という長田らしい肩書を持つ尊敬すべき紳士と近づきになり その紳士からいいことを聞いた。私が最近ひと月の出来事を話して聞かすと彼はこう言うのであるあああのシルクワットの老人ですかあれは有名な魔法使いのコッペですよ何本当の魔法使いじゃないただ風変わりな金持ちの道楽でサンタクロスが子供を喜ばせるように 奇妙な方法で人に幸福を与え人を煙に巻いて喜んでいるのです。は <laughs> っはっはっしい脳無のようにこの1ヶ月来私の頭に鬱積していた疑念はこの一言でからりと吹き飛ばされてしまった私はアルジェールへ着いたら靴のかかとで赤いメガネを踏みつぶして口なしの鼻をつけた女と石段のある小道を 夕風に吹かれながら散歩しようと思っているおお私は何という過法ものだろう魔法使いのコッペに神の祝福あれ読者よ以上は凸凹ココに古びた汚い手帳に色あせたインクで書いた日記なのですその手帳を私に送ってくれたのは かつて日本に滞在し今古国スペインに帰っている天使教の牧師カルピオ氏でしたカルピオ氏の手紙によればこの手紙は1939年5月10日午後3時地中海ミノルカ島マホンを去る東南2キロの海岸に打ち上げられた死体のポケットに入っていたのだそうです同氏は死体埋葬に立ち会いましたがその死体は 皮膚剥奪全身不乱国籍も人種もわからなかったそうですが手帳の文字がどうも日本かしならしく思われると言って私のところへ送ってよこしたのでした無論パリ大使館に紹介すれば行方不明の日本人があるでしょうから名前はすぐに判明するでしょうがそんなことより私が知りたいのは自殺か他殺か自殺とすれば 幸福の頂上にある彼がなぜ死を選んだかという問題なのですかつて日本の絹糸貿易商人がニューヨークの沖ベレンガリア号場で行方不明になったこともあればサザンプトンからロンドンへ向かう日本技師が死体となって発見されたこともありましたが今度またその奇怪な海外死亡者の記録にこの地中海上の出来事が1ページ加えられるのでしょうか。 で私はこの日記を知人某海軍中佐に示して意見を聴したのです中佐は一読すると漢字と微笑みましたこれを読んだだけで死因はわかるじゃありませんかではなぜ自殺したのでしょう他殺です犯人は 日記の中にソルボンヌ教授と名乗る男が出ていますね。あれが犯人だと思うのです。あの男が、夜遅く日記を書き終わってサロンから出てくる画家を、真っ暗い地中海に突き落としたのです。殺人の目的は、カタロニアの学生から受け取った2万フランの金でしょうか違います。では、何が目的で それには長い説明が必要ですが私は本人を知りませんただ一辺の日記と彼の死体が発見されたという事実だけを材料にして判断するのですから私の判断は間違っているかもしれませんだからそのつもりで聞いていただきたいのですいいですかいいですともこの画家は 自分でも空想と現実の区別がつかぬと言っていますがひどい妄想家であることは事実ですからこんな男の主観で書いた日記はよほど警戒して読む必要があるこの日記は皮一枚剥がすと徹頭徹尾純然たる犯罪記録ですよ第三者が見るとハラハラするような恐ろしいことばかりなのに本人はそれに気づかず 一一歩一歩七に近づいていてますもっとも私だって日記だけ読んではこれが犯罪記録だということには気が付きませんこの日記には数々の不可解の謎はありますがそれが最後の1ページでソルボンヌ教授と名乗る男の言葉によって見事に解決されていますだからその点でこの日記は1個のエピローグのついた 完結したストーリーリと言えるのですだがカルピヨ氏の手紙によって日記の記述さが死体となったことが分かったとすればこの日記は改めて考え直してみる必要があるのですまず彼の死因について考えてみましょう死因は1投身自殺2過失で海に落ちた3他殺 この3つのうちの誰かということになりますが日記に偽りのない以上幸福の頂上にある彼が自殺するとも思われませんし船には丈夫な手すりがありますから過失で海に落ちたとも思われません彼の死因は3の他殺というのが最も可能性のパーセンテージが多いのです仮に他殺と仮定して日記を振り返ってみると その中の数々のミステリー不可解の謎がいちいち生きたものとなって躍動してくるのですまず第1が日記の第1ページに書いてある「ニース・キャンヌ・ツーロンの山々をあてもなく歩き回った」という文句です「ニース・キャンヌはいいとして通ンはフランス本土の地中海岸における唯一の軍港です」 仮に日本の要塞地帯の山の中を外人が一人でうろついていたとしても我々はそれを不問に付するようなことはありますまいこの日記のあらゆる不可解の謎はそこから出発しているのですよ近頃ムクムク頭をもたげた暴挙協定に怯えるフランスが昨今蒸気を逸するまでに神経過敏になっていることは何と言っても動かすことのできぬ事実で実証を挙げるなら 昨年は市民証を持っていなかったがためにろくろく尋問も受けないで数ヶ月間監禁されていた日本人画家がありましたし今年になっては飛行機関係の2名の日本人技師がスパイ嫌疑でパリに監禁された事実があります何の理由もない日本人でさえこれですまして悠々要塞地帯の山をうろついたものがありとすれば網にかかるのは当然じゃないでしょうか まあざっとそれだけの前置きをしといて日記中に現れる謎をいちいち考えてみましょうまず画家を殺したソルボンヌの教授と名乗る男この男は船に乗る早々画家に近づいたところを見てもただ者でないことはわかりますなるほど教授の方から近づいたとはどこにも書いてありませんがこの画家のような非社交的な男が気楽に自分の秘密を打ち明けたというそのことが 教授の方から巧妙に接近した何よりの証拠だと思うのですそして巧妙に接近した目的は夜間木を見て彼を海中に突き落とすにあったのです何の痕跡も残さぬ処分法としてはこれが一番手っ取り早いですからね次にシルクハットの老人ですが私はこの男は教授と同一人じゃないかと思うのです 画家がそれに気づかなかったのは前の時物もらい全たる風鎖で豊かな髭まで蓄えていたに反し船では何の紛争もせず髭も剃っていたので分からなかったのでしょうしかしいかんながらこの日記には教授の要望については一口も述べていないので確かなことは分かりませんもし別人であるとしたら教授が画家を処分する際にはシルクハットもそばにいたに違いありません 一撃を食わした後で海へ放り込んだのか生きたまま放り込んだのか知りませんが原側には手すりもあることですから1対1ではちょっと不安です次にシルクハットの老人はなぜ赤い眼鏡を質屋へ取りに行かせたかという問題ですが画家はこの眼鏡を非常に神秘なものに思っていますけれど赤い眼鏡そのものには何の意味もない 強いて言えば老人が相手を煙に巻くための冗談に過ぎなかったではなぜわざわざ質屋へ行かせたかといえばその暇に彼の部屋を捜索し持ち物を調べたかったのですまた彼の下宿を移転させた理由は1その方が全部の持ち物を調べるのに交通を出し調べた痕跡も残らない2 新しい下宿の方が彼を監視するのに都合が良かったのでしょうことによると新しい下宿の門番は買収されていたのかもしれませんこの疑惑は絵が紛失した際の彼の答弁を読むと一層濃厚になるのですいくらなんでも画家の留守中に絵がなくなったのを門番が知らぬはずはないでしょうなのにに面白いことには、 このわざと空とぼけた門番の答弁は結果においては妄想画家をして一層赤いメガネを神秘なものに思わせるという予期せぬ効果を上げているのですではなぜあの部屋に女の絵が描けてあったかこれはそんなに難しく考えなくともあの部屋は元女の部屋だったのでしょう画家が質屋へ向かった短時間に慌てて引っ越したので 絵をを取り外すのの忘れたのでしょう誰でも押し入れの中のものや床の上にあるものは忘れませんが壁にかけてあるものはよく忘れるものです後にこの絵が紛失したのは後で女が思い出して取りに来たのですそれからカタローニアの画学生ですが「大使館へ行け」という文句は赤いレンズをかけなくても見えたり違いない。 ただレンズをかけていたためにそれが神秘に感じられただけです彼がその時刻に大使館でカタローニアの画学生に会ったことならびに富くじに当たったことは偶然の暗号にすぎません線に一つの暗号ではあるが科学上不可能のことはないのですそしてこの出来事は彼を一層迷信的にしていますが犯罪とは何の関係もない別個の出来事に違いありません カタローニアの画学生はこの日記の中に出てくる人物の中で犯罪に関係のない唯一の人物ですがこれは犯罪記録として書いたのではなく日記として書いたのですから犯罪に関係のない人物が出てきてもちっとも不思議はないのです最後に口なしの女ですがこの女は最初は画家を尾行して同性を探る役を務め後に彼を父にいざう役目を買っています この女は路上でたたびび彼が売店の前でゾッとしたというのは今まで幻にのみ見えていた女を初めて現実に見たので軽い恐怖と驚きを感じたのでしょう要するにこの画家は要塞地帯をうろついたためにある種のスパイ または秘密結社の団員に付け狙われ隠密のうちに闇から闇へ葬られたのですカペイアンが組織したラ・フラテルネイユは単なる血統の重さを集めた秘密結社に過ぎませんでしたが今では誤った愛国心に統一された結社が形を変えて闇の中に息づいているのです画家がスパイであるという証拠は彼らもつかみ得なかったでしょうが 最初から暗中に活動する彼らにとって証拠の有無なんか問題じゃありません証拠があろうがあるまいが一度彼らに狙われたが最後魔の蛇に睨まれたのも同様です世界の風雲が一触即発の危機をはらんだ今日では各国の触角となって暗中に調了するスパイ対スパイの決闘が ところで行われているのですしばらくの長い沈黙のあとで私がため息しながら聞きましたではこの画家もスパイだったのでしょうか中佐は手を振って私を遮りいやいや彼はどこまでも愛すべき美の師とに違いありませんそれは この日記を読むほどのものは誰だって認めるでしょう我が国は戦時石膏や飛行偵察や情報収集はやりますが平時こっそり裏門から覗くようなことはやらんです日本にとってはフランスの情報は駐在武官が堂々表門から調べたところを報告するだけでたくさんですスパイは異国的な存在です 2000年の美しいロマンチュックな歴史と高貴高い武士道の伝統を持った日本に何でそんな卑怯なことができるもんですか